昨晩に乾杯。今日はですね、六日町にあります居酒屋キムヤ、六日町店にお邪魔しております。こちらは、私今カウンターに座ってるんですが、お座敷がたくさんあってですね、結構個室が多いので今の時期はすごい安心して飲めるお店だと思います。ということで今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと飲み物、はい、お願いしていいですか。はい。生ビールの、はい、男前で、はい、お願いします。ありがとうございます。男前ジョッキ、生ビールの男前、中ジョッキ 2.5 杯分だそうです。今日はもう朝から水分取ってないんでこれでいきたいと思います。それじゃあ早速、居酒屋キムヤさんに乾杯。かあ、こちら六日町店ということは、はい、他にも店があるんですか。はい、もう1店舗桔梗野の方に。あ、桔梗野の方に、はい、こちらが第2、はい、店舗。あ、そうですか。じゃあこのアミレバーってのは何ですか。レバーを、鶏の網油っていうので巻いて、串にして出しております。頼みます。アミレバーとキムカツ、なんかどっちもちょっと時間かかりそうなんで、はい、この本日のキマングレ煮込み、はい、もうこれさっと出てきます。はい、わかりました。じゃあそれお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、本日の煮込みで牛すじの塩煮になります。あ、結構大きめに切ってますね。はい、ありがとうございます。うん、うん、すごい柔らかく煮込んだと。うわ、噛めば噛むほどいい味が出てきますね。うん、あー、汁もすごい。うん、ありがとうございます。これは丼で食べたいですね。うん、またスープ結構すごい、この透き通ってて、はい、結構手間かけて作ってるんでしょうね、これは。そうですね。失礼します。はい、こちら人気メニューのキムカツでございます。キムカツ、これは豚ですよね。はい、豚ももを重ねて1枚の大きい、豚ももを重ねて1枚の大きい、はい、して揚げたカツになります。とあとたっぷりのキャベツで、はい、一緒に召し上がっていただければ。まずは食べてみないとわからないですね。はい、お願いします。うん、薄いと思ってましたけど、すごい肉感じますね。ね、ありがとうございます。逆に食べやすいし、なんかあの普通とんかつっていうよりもこちらの方が酒には合いますね。ありがとうございます。あのとんかつ屋さんで出てくる、はい、あのちょっと厚みのあるとんかつだと、まあ食べ慣れてる方も多いとは思うんですけど、ちょっと食べた時に厚みがある分やっぱりどうしても食べにくい方もいるかと思うので、その分こうカツの幅、大きさでちょっとインパクトも狙って、はい、重ねた肉を1枚にしてカツにしてお出ししてます。これからだんだん忘年会のシーズンとかってきて、やっぱりね、宴会ってやっぱり稼げるところじゃないですか。来てほしいところでありますね。はい、でも今の状況だとやっぱり忘年会、新年会厳しいですよね。そうですね、宴会っていうのはですね。でも一人で例えばこういう怖がりで飲んでる人たちがいるとかっこいいなと思うんですよ。時々いらっしゃいますね。クローサーじゃなくて、はい、あのテーブル席の方を一人で使いたいっていう。あ、それ許してもらえるんですか。一応、はい、あのテーブルのサイズもそれぞれなので、はい、一応少人数用と、まあ、3、4人のお客様座るようにと準備させてもらってるので。でもこちらも本当に今でも個室がもう結構もうちゃんとできてるので、はい、あとはもう本当にお客様にこれを知っていただいて、もう本当に一人飲みでも個室使っていいよってさっき言葉があったんで、はい、もうぜひそこをもう、ね、はい、PR していただいて、はい、すいません、はい、男前ジョッキがだんだん空いてきたので、ハイボールをお願いしたいんですけど、はい、この馬力ハイボール、はい、馬力をつけたいあなたに1馬力、2馬力、3馬力、ノーマル濃いめ、超濃いめ、今日は2馬力でお願いします。はい、かしこまりました。
はい、すいません、前失礼します。馬力ハイボールの2馬力です。キムヤ名物アミレバーです。うわー、見てください。やっぱりいつも飲んでるやつより濃いんですけど、これ3馬力になると相当でしょうね多分ですね。さあ、アミレバーが来ました。タレと塩、どっちが人気ですか？ですね、タレで前はお出ししてたんですけれども、はい、あの中には塩で食べたいっていうリクエストもあったので、じゃあ出してみようっていうので、ちょっと酢な感じでっていう感じで、はい、いただきますもれるね、これ。ありがとうございます。レバーそのものもすごい美味しいです。ジューシーなんですけど、はい、この網油でもうすっごいジューシーさが増して、あと塩加減いいですね、これ。ありがとうございます。次はタレを。タレはタレでまたすごいですね。レバーって、まあ、大体まあ三角形かなんか感じで串に刺さってやってるんですけど、はい、一粒一粒がもう肉肉しく食べられるような形になってるんですね、はい、そこも工夫したね。やっぱりすごい、はい、この形に工夫があるなってすごい感じますね。上馬肉鍋っていうのがあるんですね、はい、これすごい、やっぱり上というか、まあ、馬肉鍋がいろいろ種類があって、はい、これやっぱりすごいお客様から人気なんですよね。出ますね、はい。なんかおかわり野菜、おかわり肉がいっぱいあって、これなんかこだわりが、一応一人前でからお出ししてまして。え、一人前から出せるんですか？はい、どちらもあの上も特上も一人前からご用意してまして、で食べた時にちょっと物足りないなっていう方もいらっしゃるので、そういう方のためにあのおかわり用も、はい、各種ご用意させていただいてます。もう今時はこのタッチパネルのちょっと当たり前になってますけど、はい、これはいつもう最初の方から入れたんですか？はい、オープン当時から、はい、使わせていただいてます。早いですね。ありがとうございます。やっぱりこのキムヤっていうこの屋号が結構珍しいんですけど、はい、これはどういう思いでつけられたんですか？オーナーの名前からあのもじって、名前の方をつけさせてもらってるって聞いてます。あー、え、オーナーってどういう、なんていう名前なんですか？名字が木村で下の名前が深夜です。深夜、え、そのオーナーとは何か関係あるんですか？私あの中学校からの同級生で。同級生で、はい、はい、はー、そういう同級生がなぜここで働かれてるんですか？もともと六日町店スタートする前に、私お店の方に飲みに通ってたんですけれども、はい、こちらスタートしてで、働きたいと思って、はい、お店に立たせてもらってます。やっぱこのアミレバーとこういう料理の味に惚れ込んだっていう感じです、はい、居酒屋キムヤさん、今日いただいたこのキムカツアミレバー、そして煮込み、これはですね、もう木村さんの多分三種の神器ですね。これ私からもすごいお勧めします。必ず初めて来られる方はこの3品を頼んでから他のことに広げてください。いや、でもこんないい店がまだまだ八戸にあるんですね。もう今度は座敷で一人で飲みたいと思います。今日はごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。